神崎川沿いに立つ、コンピラ山の石灯籠コンピラ大権現を、祭り公開の安全を記念するとともに、灯台の役割を担っていた。神崎は、神崎川下流にあり、平安時代から鎌倉時代にかけて、大阪湾の海上交通と淀川水系の河川交通の結節点として栄えた港町。現在の兵庫県天ヶ崎市の中部。 天ヶ崎駅の北東の神崎川と稲川が合流する付近にあたる。伊丹荒木軍旗、伊丹市立博物館像、有岡城の戦いの際の武将配地図。中央やや下あたりに神崎の文字が見えるいう女塚天平年間、狂気によって雪派古の一つとして神崎川の河口に川尻泊が築かれた。奈良時代末期に、 長岡京線都に伴って、新首都と瀬戸内海を直接結ぶ目的で、淀川から神崎川へ直結させる水路の工事が、和気清丸により行われて以来、神崎川は、淀川のバイパスとして繁栄した。神崎川中流の水田、淀川から神崎川へ分岐する場所の江口も、港として繁栄した。平安時代後期には、川口部の神崎の港は、海上、 河川の物質見換えや、京から、西日本各地の荘園や住吉大社モーデに向かう、貴族や庶民で賑わった。また、神崎と江口は共に、遊女の集う天下第一の陥落の地として、並び立ち全国に知られた。神崎や江口の遊女たちは、きらびやかな衣装をまとい貴族たちに寵愛されたものの、彼女たちは、戦乱や重税で疲弊した各地の荘園などから、 流れてきた者たちであり、彼女らの歌謡や若彼女らを弔った塚や、彼女たちと僧侶たちの逸話などが残されている。鎌倉時代も、奈良や京都の巨大寺院の建設の材木が集積され、賑わい、神崎関が置かれた。南北朝時代にはすでに神崎橋が架けられ、戦国時代にかけて、しばしば戦乱の舞台となった。後に、神崎よりも南に、 天ヶ崎の港ができ、役割を譲った。さらに、淀川河口の渡辺津、堺の港、兵庫の港など様々な港との競合で、重要性が低下し、一の漁村となっていった。現在は、天ヶ崎市の大技、神崎町及びバス停の名前にその名を残すものの、工場と住宅に囲まれた一市,市街地に過ぎない。特筆すべき史跡といえば、上記の コンピラさんの石道路や友情塚などが残るのみである。神崎橋は現在でも大阪府道、兵庫県道41号を大阪板未線の橋梁として存在する。ありがとうございます。